スロマガとスクープ TV が究極コラボ。足つぼ縄跳び対決で寺井一択がまさかの悶絶。スロらない話にはヤルオが緊急参戦。パチスロ攻略マガジンドラゴン12月号絶賛発売中。相性ベストコンビ決定戦、ありがとうございます。パチスロ攻略マガジンをお買い上げの皆さん、ありがとうございます。始まりましたということで、賛否両論を催したコラボがまたありますよということでございますけれども、パチスロ攻略マガジン、なんと今回は、はい、スクープ TV の皆さんをお招きして、はい、最初ベストコンビ決定戦っていうのをやっていこうというわけなんですけども、自己紹介からいいですか。はい、パチスロ攻略マガジン買っていただいてるんですけど、我々のことを知らない人たちたくさんいると思うんです。はい、自己紹介からやらせてもらってもいいでしょうか。あ、そちら側から買ってる人で知らない人おるかな。いる。あ、じゃあお願いしていいですか。多いまである。いる。そうだぞ。もう子犬のような目で後輩が私を見る。子犬のような目で見るな。子犬のような目で先輩が喋ってる。おー、いけいけみたいな目で見るな。先輩が頑張ってるな。自己紹介した方がいい。自己紹介、あ、じゃあいいですか。いいですか、先に。はい、お願いします。どうも、スクープ TV の寺井一択です。どう見てもイケメン枠です。ゆるゆる自己紹介ゆる続きましてお願いします。はい、スクープ TV の七瀬なつみです。この業界に入ってまだ1年4ヶ月ぐらいのまだまだド新人なんですけれども、どうぞよろしくお願いします。お願いします。わー、死ぬほど可愛い。死ぬほど可愛い。死ぬかと思った今。何回見ても可愛い。同じメンバーやけど。お前の立ち位置そうだ。そう、こっちサイド。なれへん。あ、そうなんだ。そしてもう一方、可愛いのも残ってるんで。はい、4年前からですね、スローマが、アプリの有料会員でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。俺まで、私まで、自分の気みたいに言うなよ。いや言わなかったじゃないですか。ゴールド会員やぞ。こっちも自己紹介していい。どうぞ。皆さんどうも、はじめまして、松本町です。こんにちは。やった、ふわふわやん。ずっとふわふわしてる。ふわふわ、いいっすか。はい。真剣になった急に。この中行くの地獄やん。可愛いってくるぞ。はい、皆さんはじめまして、ワルペコです。今日はですね、精一杯のおしゃれできました。おお、来た。今日精一杯のおしゃれ。真っ黒や。少しでも違うんですよ、理由があるんです。お、少しでも細く見えるよ。無理無理。なんで無理とか言うんですか。鳴らしちゃうのも比較対象かも。え、ちょっと、あ、すみません、敵目怖。ワンちゃん細く見えるならあそこに入るしかないよ。おっぱいでかないですか。来たー。いい人。めちゃめちゃ嬉しそうだな。いい人。めっちゃでかと思って。言ったら何カップか言ったら。え、何カップ。え、うわ、え、7個目です。え、マジ設定 7? ちょっとテンション上がってます。エクストラ設定やん。そんなにつけてるのは。そうですよ、一人一人の自己紹介でこんなに時間かかることある。誰が悪いの。おっぱい食いついちゃって。あいつ、おい、あいつが悪い。まだ自己紹介してないのに。全部悪い。ちゃんとやらないから。やったれ。あ、すいません、第二の松本バッチコトガンチャンです。よろしくお願いします。よっ、もう一部では今非常に第二の松本バッチ来るよ。来る、すぐ売れるよ。もう笑い方がものすごい似てるって。前回笑い方だけ、笑い方だけで第二の松本バッチ発言。しゃあない、すぐ売れるよ。もう一番イカれてるやん。でも実力も実力もある。ダンス、あんましない。そんなことない、そんなことないよ。頑張ってんね。みんな頑張ってらっしゃるということで。というわけで皆さん、もちろん初対面ですか。はい、はい、初対面です。まあ、僕はユニバカで、皆さん3人ご参加と一緒に、たまたま同じコーナー一緒になったんです。ほぼ初対面ということなんですけど、今回の企画が、僕はドア玉で言いましたが、相性ベストコンビ決定戦ということで、ルールなんですが、くじ引きで、即席チームを結成、くじ引きでやります。はい、で、3枚数とミッションポイントで勝敗を決定、まあ、順位決めしますよと。はい、なので、なるべく近く、あわよくば隣で打ってくれと。なるほど。並び打ちして仲良く打って、しかも出して、でミッションでポイントも稼いで、優勝したにはチームには豪華なご褒美あり。これね、よその方を呼んだ時だけ本当に豪華なご褒美が出ます。え、これ、手とかじゃなくて、これマジで、ほんまにもらえるやつか。本当にもらえる番組なんてあるんですか。本当にある、やっぱそうよね。全部やらせみたいになるやん。うちのやつ全部やらせみたいになるから。お前とかもらったことあります。だってスケスケやっとんな。豪華な商品やっちゃダメ。ないどうせ150円の耳栓とかでしょみたいなこと思ってたら、本当に数万円分のお食事券とか本当にもらえるんで。熱っ。
頑張ってください。頑張ります。ただ、もらえるのはこの中で2人だけ。エスコミロミ。というわけで、チーム決めなんですけど、ガチで行こうという結論になりました。あ、やらせないんや、ほんまに。朝なんかどうすっかみたいな話でディレクターさんに話しかけられたんですけど、ガチで行ってみようと。結構どうですか、寺井首相としては。そのお二方後輩連れてきてますけど。いや、それはもう頼もしい二人を連れてきてますから、どんな相手も流暢なトーク、そして華麗なる実践を見せてくれるだろうと期待してます。大丈夫、大丈夫ですか。もう、ピンでもいけますから。ピンでもいける。ピンでもいける。なるほどなるほど、はい、やると。やりましょう。おー、というわけで、チーム分けしたいんですけど、はい、これをまずは中央にいるを女性の方に持っていただいて、いつもより豪華な箱。本間のガチ抽選やん。あ、じゃあ色がついてる玉が3つ入ってるので、まあ、じゃあ持っていただいて、同じ色を引いた人がペア。はい、なるほど。これどうでしょう。ご希望ございますか、寺井選手は。いや、僕おっぱいちゃん。誰がおっぱいちゃんやん。おっぱいちゃん。おっぱいちゃん俺やろ。名前名前。おっぱいちゃん俺やろか、どっちも。いやー、こっち。チームない。チームない。いやないか。いやないか。そうですか。真ん中希望。なんかツイッターで勝ったら一緒に住むみたいなこと言ってた。あー、言ってましたね。よかったな。あー、ほんとですね。でも家も探してもらって。あ、俺、あ、俺か。言ってたやん、 SNS 大王言ってたやん。え、でもほんまに手出していいなら手出すけど。いいよ。え、許可出た。許可出た。え、全然 OK。 なんだったら結婚して離婚してもいい。おい、おまず押さえて。違う違う違う、やってくれたら。え、何が仲良くしようとしてるのに言ってくれたら。今そのネタ触れんようしょったのに。もうこの前散々言ったし、もうええかと思ったら自分から突っ込んでくるやん。おい、鉄板ネタみたいに使ってくるもん。もはやおもろいもんそれ。行きましょう。はい、じゃあ。いや、これはよく分からんだよな。手で隠します。うん、あ、手で隠す。はいよ、いくぞ。じゃあ、はい、せーので前に出してください。はい、はい、相性ベストコンビ決定戦、チーム分けはこちらです。せーの、はい、はい、はい、おおおおおお、お願いします。刺されるやつや。俺が自分で刺す可能性ありますけど。なるほど、一応並んでみますか。はい、はい、はい、はぁ、うまいことばらけた な。バランスいや、どうやって締めたらいいんやろね。3チームに分かれて、なんか台本には頑張るぞ王的な感じ。頑張るぞ、はい、頑張るぞ。いただいちゃっていいですか、ちょっと。え、俺もうそれ単体でいくパターンですか。なんかよいしょみたいなのあるから。え、絶対おもんないやん。絶対おもんない感じで終わりますやん。みたいなやついただいちゃって。やってくださいよ、一緒に。絶対やる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 。教えてくれたらやる。こんな感じで。こんな感じで。こんな感じで。誰でもできる感じ。誰でもできる感じのやつ。はい、じゃあ、え、それホールでいつもやってるやつやろ。あ、よいしょ。よいしょ、よいしょらしいやろ。はい、そうです。なんか嫌なってきたな。絶対ええ空気ならへん。じゃあ、頑張るぞ、よいしょでいいですか。頑張るぞ、よいしょ、はい。ありがとうございます。メイン真ん中です。じゃあ、今日は一日、頑張るぞーよいしょーポップよいしょって別におもろくないんですよね。明るいだけで。明るいね。明るい。ポップ。さあ、ガンちゃん。はい、ガンちゃんって呼んでいいんですよね。もう継承は、はい、全然ガンちゃんでも。あ、じゃあ僕、はい、家族から、はい、大ちゃんって呼ばれてるから。あ、そうなんすね。ガンちゃん、大ちゃんでいけるじゃん。あ、いいっすね。じゃあ、え、いいんすか。あ、もちろん。あ、ありがとうございます。で、あとなんかチーム名を決めてくれっていうことで。好きな、はい、ゲーム、アニメとかってあります？アニメはコードギアスとかが好き。お、俺も。あ、本当ですか。俺めっちゃ好き。マジですか。お、一番好きです、俺も。ええやん。よ、じゃあテラの騎士団で。テラの騎士団、全く今日関係ない台打つのに。ハーデスやのに。テラの騎士団。テラの騎士団。テラオシビブリトニアが命じる。締めようか。締めようか。こんな。チーム名あれでいいの？はい、テラの騎士団で大丈夫ですか？いいんや。じゃあ行くで、はい、テラの騎士団で。はい、テラの騎士団、進軍開始。合ってる？はい、とりあえず、どうしましょう。どうしましょうね。とりあえず僕が抽選番号を一番早く見ると思うんですよ、多分。めちゃめちゃ早かったですよね。ちなみに僕が7番で、私が11番。めちゃめちゃ早い。優秀。で、結局押さえた台は、2人してハーデスの一番目立つとこ、はい、角、角にを押さえたんですけど。で、何でしたっけ、はい、お互いの呼び名そうだとチーム名でしたね。うん、
そうですそうですを決めるってことで、僕全然呼び名はもっくんって呼んでいただけたらなと。あ、もう僕のがもちろん後輩ですし、はい、いや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 、何でもいいんですけどね、お前とか、はい、お前とかでもいい。おいお前って、お前とかでもいいです。お前とかお前とお前にします。いやいやいや、僕から言えるわけないじゃないですか。僕はじゃあお前か、まあ気が向いたらもっくんで。いやいや逆です、逆じゃないけど。逆じゃないけど、たまにお前で、たまにもしかしたらなんかお前が出ちゃう。わかりました。どうしようかな、もっくんだったらじゃあやっぱりちょっとなんか仲良しな感じでいきたいんで、おペコちゃんかワルちゃん、どっちにします。ペコちゃん、ペコちゃん、じゃあペコちゃんとモックで、じゃあペコちゃんとお前か、はい、ペコちゃんとモックで、ペコちゃんとお前は一応選択肢入れる。そうですね、じゃあまあお前行きましょう。はい、じゃあそれ で、チーム名、チーム名ですね。やっぱここが一緒になったんで、いやもう本当失礼ですけど、あの朝僕ら3人でキャリーコロコロして歩いてきたじゃないですか、はい、もうでかいなと。遠目から。本当ですか。七瀬にはないなと、はい、やっぱもうチームおっぱいで、チームおっぱいでいきます。チームおっぱいで、僕あの自分の番組で日本で一番スロット上手いって自称で言い続けてるんですよ、はい、めちゃめちゃコメント欄でボコボコにされてるんですけど、まあ、それでも言い続けて、なお言い続けて、はい、で多分僕の見た感じ取った機種みんなゴッド系だと思うんですよ。そうなんですよね。もう見せましょ、見せましょ、もう僕ら喋りじゃないですわ。そう、あの何も喋ってねえなこいつら、けどずっと全回転だなみたいな。そういう映像でスロットでね、実力で、ご覧いただけたらなと思います、はい、頑張ります。よろしくお願いします。さあ会見して台を取って作戦会議ということで、ですね、我々の、まあ、もう本命ですよ、完全に本命のチームですけど、まずはチーム名と、はい、互いの呼び名、はい、しかも呼び名、そのいわゆる距離を縮めるためとはいえさん付けを禁止するそうなんですよ。めちゃめちゃ難しくないですか、うん、もう僕はもう頭から七色や七色やって呼んでたから、僕はまあ何の問題もないんだけども、はい、ね、いやこれはもうバチさんに決めていただかないと、ね、無理でしょう。私だってこの後、俺だって多分、俺もしここ俺から出したら何出してもキモいよ。いや大丈夫です。大丈夫です。何出しても何出しても自分が損するもん。いやもう全然大丈夫です。もう今日は責任持って呼ばせていただくので、あの普段呼ばれたいちょっと出せない性癖とか出しちゃってもいや俺そういうのないな。私24じゃないですか。山内さん今年37。でも普段37。そうなんです。普段普段ね、ちょっと、まあ、妹とか。なるほどね。本当に僕末っ子なのよ。はいはいはい、バッチって末っ子っていう意味だから、僕末っ子なんだけど、4人兄弟の末っ子なの、はい、だから僕だから妹がいないのよ。おー、うわー、死んで、いやひどい、もう仕事だからだぜ。おい、もうなんかリアルガチガチめのやつ。じゃあお兄ちゃんにしようかな。お兄ちゃん、お兄ちゃん。気持ち悪い。名前関係なかったですね。お兄ちゃん、すごくない？お兄ちゃん、ゴッドギターって、かわいい。お兄ちゃんこれはあるかも。今日は夏美ちゃんにしよう。あ、夏美ちゃんにします。夏美ちゃんと、はい、夏美ちゃんとお兄ちゃん、チーム名もこれで簡単だった。だからなんとか兄弟にすればいい。あ、それいいですね、うん、長いクナ。長いよクナ。ベテランやねんからまとめ。クナ解決に。あれやお前、タイトルも決まりましたよ。タイトル、タイトル、タイトル、タイトルじゃない、あのチーム名だ。あ、なになに、チーム名何した。いやもうちょっとチームブス、はい、それ多いな。いやだからもう何回言うとすか。分け目言うとんねん。チーム分け目逆。チーム分け目逆でしょ。変なとこいじってくんな。いやもう誰も見てない分け目なんか。そうかよ。チーム名何さ。俺ら寺井の墓。え、俺殺されんの。命日兄さん行かれるんすか。命日俺。今日だよ。何したんすか。大丈夫か。大丈夫か。なんとか一応スッケリスがいただきます。かぶってるから。そんなことない。そんなことない。そろそろ、はい、僕らが止めに来たんです。触れます、こっちも。なんかちょっともうちょっと触れていただいて。あ、行きましょう、もう大丈夫。大丈夫。いい関係性が気づけてますよ。チームワーク、僕優秀。優秀ですよ。ちゃんとブレーキを。第3の松本バッチですから。あら、めっちゃ優秀。今日6分の3。今日松本バッチ多いで。めっちゃ松本バッチばっかりやるよ。すごいなおい。一人目まだ現役だから全然行く気ないやん。竹よって、カメラだけ残って竹よっていう、全然行くやん。行くんですか、行くんですか。ゆっくりだなぁ。ゆっくり歩くもん。さあそれでは我々は凱旋でスタートということで、はい、裏側に2チームいますから。そうですね、頑張っていきましょう。頑張ります。
よし、もう喋んのすげー大変だよね。喋んのすげー大変だよ。確かに聞こえづらいんだな、ね、マイクありかし。だけどまあ以心伝心でやっていこう。そうですね、お兄ちゃんですから今日は頑張っていこう。あれお兄ちゃんやね、もう気使うわ。気使うってお兄ちゃん気使うやろ。熱っ、おいうわおいおいお見事、はいはい、早い悪いよかったです。ズルだ、こんな日立ちゃうかっつって。まだ打ってねえよ、まあ、これ経験じゃあかん気がします。いや流れてくる可能性あるよ、流れてくる可能性。そうかそうか、順番にね。はい、さあというわけで早速実戦でございます。もう多分同じ機種なんで、同じ機種なんでもう差をつけて回転数とことん回しますか。僕らは多分ね、寺井さんも喋るのに夢中で普段全然回さないんですよ、うんうんうん、でバッチさんバッチさんで七瀬に戸惑って手が止まると思うんで、はい、僕ら回転数で稼ぎましょう、見せ場を。あれじゃないですか、私に見とれて手が止まるとかないんですか。もう打ちますか、じゃあ早速。うわ、うわった。いやもうね、オープニング通してなんとなくこの分かってきましたわ、このペコちゃんの人の人となりというか。全然聞こえない。全然聞こえないもん。まあじゃあとりあえず打ちますか。いきますか。打つしかないよ。いやもう打つしかないよ。ボコボコにしましょう。いやもうやったりましょう。行こう、でも俺は、はい、いろんなチームがある中でこのチームが一番見た目がいいと思ってるで。僕もです。一緒や。今日ストッパーいないですけど大丈夫ですかね。これって、はい、動画とかにツッコミって入るんかな。多分は分かんないです、入らないと思います。入らなかったらマジで痛い2人。もうそうなんですよ。やっぱいつもあのテラヤルとかってツッコミがバシッと入るじゃないですか。これなかったらやばいな。マガジン見てる人に、はいはい、世代タクの良さ説明してもらっていいですか。はい、いやね、もう1個角の部分いきますよ。1個角の部分言いますよ、もう。お、やっぱね、努力家。はずい。これはね、僕は思うんです。あえてちょっと真面目に言いますけども、やっぱりね、面白い人って努力が裏にあるんですよ。ね、なんか YouTube がどうこうとかありますけど。何気に北田3年してるし。バレました。あのちょっと待っとこうと思って今、追加投資とかしちゃったんですけど。いけ、いきます。ガンチャ19ゲームで決めますよ。ミスだね。あれ何この7、ややこしい、なぜ出た高モードしさ。あーでもモードいいっすね、朝から。え、キナナ3連で、キナナ3連で当たってる説ない。あります、あります。キナナ3連の次ゲームから、え、そんなことあっていいのか、そんな好スタートがあっていいのか。ガンちゃん愛してるよ。最高のスタート、最高のスタート。キナナ3連かな、最高やん。めちゃめちゃいいスタート、任してください先輩。来てる、俺たちのガンちゃん全部倒してやりましょう。ボコボコにしよう。俺初のガンちゃんマガジンやるで。もうそこを根こそぎいきますか。全部いこう。商標登録します。ちゃんと自分でしような、もう自分でしましょう。勝手に会社にやられるとちょっと揉めるんでやっぱり、はい、自分でいきましょう。ガンちゃんやるな。いやいいよ、来ますか。これ50ゲームあるぞ。やばいやばいやばい。60。まあ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 、好スタートです。29ゲーム、ゴットゲーム。お、え、高設定やん。あるわ、バリ高設定挙動っす。ハードステージスタート、これはある。
俺、はい、ノーマルタイプとか行った方がいいかな、もう手堅くいやいや、これ任せて、任せてください。僕がこう安全な感じでいきますんで、もういや、これすごい、よかった、もう勝ちましたわ。うわ、おいしょ、あ、こっち向いちゃった、こっち向いちゃった、ごめんなさい、絶叫しちゃったよ、マジ朝一64ゲーム、まあ、通常時ハーディスはいけるっしょ。いや、お食事券取って一緒にご飯行きましょう。ご飯行きましょう。もう決まるよ、もう決まるから行きますよ。はい、あー、かっこ悪い、かっこ悪い、これパスワードだ、もう頼む、開けてや、開けてや、行きますね、はい。まあいいや、今ので多分30秒ぐらい映れるな。扉閉まってからちょっと長く喋ったし、オッケーオッケー。演出でもあれですよね、一個一個見せてくんですよね、今日ね。そう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 、演出を見せてくんですよね、まず失敗ね。そうですよね。普段は誰かと一緒に打ったりする仕事あるの？全くないです。あ、そう。そうなんです。基本は一人？一人です。で、しかも凱旋って普段プライベートでもこの実戦でも触らないんですよ。あ、なるほどね。なんか収録のここぞという時にしか触らないんですよ。だから意を消した時だけ。だからなんかあの煽り出したらすごいこっちの心もすごいざわめき出すというか、なんかその不安で溢れるみたいな。大丈夫、見てるわ。あ、うん、見てる見てる、さすがお兄ちゃんですね。見てる見てる、だいたい今日1日通してあのお兄ちゃんの方を見てこう見つめてたら、確かめながらね、助けを求めてると思ってください。OK、 任せて。いや、緊張してマジでなんて喋ったらいいか本当に分かんないですね。あの、私まだデビューして、1年と4ヶ月ってあの朝喋ってたんですけれども、なかなかタライタイの方とこうコラボだったりとか共演番組みたいなのがなくて、今回が初めてなんですよね。でさらに私スロットめちゃめちゃ下手くそなんですよって言ってる時に、ちょっと今、リプ3連という大事なところ。当たんねえかなってな感じで、まあ、ちょっと多分今日 DVD に本当に収めていいのかわからないレベルの語彙力の低さと、デブリ何かを、まあ、外線に関して本当に全く分からないので、マチさんにあのおんぶに抱っこかもしれないですけれども、優しい目で見ていただければと思います。ハレルヤ、ゴッドインゴット、ハレルヤはフリーズ、フリーズ、あ、そうなんだ、すげー、お隣さんがゴッドインゴット、あの人お父さんにしよう、あの人お父さんにしよう、そうですね、我々のお父さんにしよう、でもう右の人親戚の人とかもうこうなったら隣の人にあの女の魅力と武器最大限に使って台譲ってもらえませんか。そんなパターンある。もう脱いで、もうすいません、これでどうだ、これでどうですか、もう見てもらうことだけを考えて、これでどうですかって、で編集で何とかしてもらって、行きましたよ、やっぱ無理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 、揃えちゃってるから、うん、揃えちゃってるから、あの裏でお金渡したら何とかなる。いや、すげえな、もう2発引いた人がいるって。めちゃめちゃ多いね。青のヘルゾーン当てるやつが一番ハーレスうまいやつやから、青のヘルゾーン当てれたらダッシュ、うわー、あ、一番下手なやつや、これ先輩揃ってない、揃う感じで振り向いたのに、めちゃめちゃ恥ずかしいやつや。あの90何パーありますけど、いや、まあ完全に決まった感じの振り向き方やったな、ね、はい、振り向くスピードが完全に
もう揃った時の振り向き方でしたもんね今。クブ TV のパチンコパスのエンターテイメント動画でやってるんで、その代表寺井拓なんで、あとは根はいいやつなんで、はい、本当そうですよ、わーって言うけど根はすごいいいやつなんで、あんまりねこいつ必勝とか思わないように来たこい、まあ大ばっかり。ヘルゾーンね、ちょっとここは花火がないの実は、みんなあんま知らんやろうけど、ここ花火がある激アツやねんけどな。お、来た、最終ゲーム転敗なし、続く、何色、よし、来た、いっちゃん熱いやつ、最後に赤いやつがめちゃめちゃ、ちょっと待って、緊張してきた、下手したら今日これ君の当たらん可能性あるもんな。いけ、ちょっと待って、いけ、よっしゃ、よっしゃ、早い、81ゲーム、上も下も奇数揃いです、ね、さすが、ちょっと分ないかな、ストップ。いや、これ、テラの騎士団、一番当たり早いんちゃう、今のところ、優秀。十分順増少なないっすか、少ないな、確かに全然十分じゃないわ、1回押し順ミスしたとはいえ2枚ないんですけど、ほんまやん。あの16枚しかまだプラスになってないっす。少ねえ、これで頼みます、これで、はい、ああ、まだ投資が4000やね、なんでこれで200枚以上出せばプラス行き、ケルベロス、これもね、ジャッジメントでヘルセップをね、ハーレス呼んでくるかじゃない、ケルベロスを伸ばせるやつがいっちゃ強いとか言っときながら、さあ来い、30ゲーム、おいいやんか、100いくか、頑張ったら80止まりか、ここでもう一丁粘っとけ、粘らない、80ゲームスタート、さあそしてステージはめっちゃ普通、いやでもいいよ、いいです、いいです、今日2人ともいい、正直言って、まあ、ガンちゃんには悪いけど、まあ、できればほら男やし、ね、おっぱいあるかないかで言ったらある方の人とペア組みたかったなと思ったけど、そこはもうグッと抑えてガンちゃんと俺は頑張っていく、結構男前、男前ですか、おの子、ありがとうございます、でも男前嫌いやねんな、ほんまは。すげえ褒められた、嬉しい、ありがとうございます、八重歯が可愛い、あ、いやいや、いや寺井さんもなんかお肌綺麗で、よし、いっとけ、おー、珍しい、ゴッドゲーム中だいたいヘルゾーン青の5で終わるから、これは珍しい、生かしたい、取ったらでかいな、全身中はでかい、このここだったら実質最低上乗せ50みたいなもんやった、ある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 、いったやん、いったやん、これほら、なおい、強い、さっきのお面返上、寺の騎士団強め、やっぱ出てますよ、圧倒的ポテンシャルの差がやっぱ他チームと出てんな、出てますよ、これはもう、よし、うわ来たやん、天才、どうしたんやろ、マガジン向き、移籍しようかな、めちゃめちゃ引き強い、行きます、さあ説明はもう不要やと思いますけども、紫の山が揃えば当然のように、うわこういうの多ない、こういうの多ない、今日いけると思ったらダメなとこ多いな、さあよし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 、さあ青でしっかり揃えてくる、よし行け、大枠ごともう一丁いかない、うわうまいやん、こうなってきた自分が、よし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 、普段自分たちでこんな揃わんのに、いやうめえ、十分、さあもう一個乗っけたらだいぶ大きいぞ、はい、よーし、きれい、行きなさい、一
聞かない。マガジン読者とかさ、はい、必殺のとか出したら怒るかな。大丈夫っす、マガジンの読者は優しいっす。ぐる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 ドン。不発不発に掘りました。寺井の D。 うわ、いっちゃはずやつや。普通にやったらよかった。最後にゲームだけなかったことにしましょう。そうそう、 あそこはうまいことカットしてもらおう。あのめちゃめちゃ恥ずかしいから。揃ったとこだけね。いやでもすごい、ルーアップも立ったし、めっちゃうまいっすね。これ勝ったんちゃう。これね、今日勝ちましたよ。勝ちやな。もうこれレア映像じゃないですか、多分スクープ TV ファンの方からしたら。あのマガジン独特のデータ帳に書くっていう、これレア映像じゃないですか。んあ珍しいですか。ほんまや。実質プレミアよこれ。これここでしかないですよね多分。あのゴッドよりレアやわほんまに。81925円より上。あと俺8192回スロット打ってこんなんしたことないもん。レア映像、レアやな。こんな早い時間に箱を使うのなんか、まあ、4年に1回ぐらいやもんな。オリンピックぐらいを記念すべきイベントが今マガジンの視聴者に届けられてる。貴重ですよこのシーン。1回、ほんま1回だけでいいんでスクープ TV も見てあげてください。あのこの映像ないんでほとんど。すごいよこれ。プレミアをお届けすんな。やっぱ都合でね、プレミア映像をお届けするのがやっぱ我々の仕事なんで、その時点では、まあ、圧倒してると思います。